実は10月6日に、はい、あのヤマハの銀座店で、はい、コーヒーガラス CD の視聴会がありますので、まあ、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思いまして、はい、ご案内したいと思います、はい、でガラス CD というのは2006年になりますけれども、はい、エクストリームハードグラス CD という名称で、はい、発表いたしました、はいはい、でガラス CD にはあの我々は2つの大きな使命があるというふうに考えておりまして、はい、1つはあの貴重な音楽作品をですね、はい、永久に孫子の代まで保存すると、はいはい、それからもう一つはあのディスクの文化を絶やさないでむしろ交流させていきたいと、はい、そういう二つの使命を持ってガラス CD を開発し発表させていただきました。信念を持ってやってらっしゃる感じですね、あ、そうですか、それで、まあ、発表しましたらですね、はい、あの当初はねあの、CD で、の素材によって音が変わるはずがないというあの攻撃がですねネットを中心に猛烈にあったんです。ああそうです。ところが実際に聞いていただきますので確かに音があの違うと、はい、しかもあの本当に感動的なあの音楽的なあの、はい、コーヒーの音だということで次第にそういう攻撃がなくなりましてですねあそうですか、だんだんと評価されるようになってきたんですけれども、そのコーヒーの音が、再生されるという、まあ、大きな理由としては従来のいわゆるプラスチックポリカのディスクはですね、はいはい、そのポリカの性質上レーザー光線があの副屈折という現象がありまして、はい、プラスチックの中で、簡単に言えば散るという現象がどうしても起こるのでガラスとの屈折率の違いですか。副屈折というのは屈折率、まあ、あの要するに、入る入射角によってこう、必ずしもま、はいはい、っすぐばっかりじゃなくて、いろんなところに散るわけですね、散るわけですね、はいはい、従ってあのこのガラス CD の開発の過程であのおそらく 70% とか 60% ぐらいしか、ね、実際にはあのレーザーディスクが読み取った信号を戻してないということがあの分かってきたんですね。でそれが大きなあの、音が変わる原因ではないかというふうに、思います。それでそのガラス CD を発表2006年にしたんですけれども、ここ何年かの世界のレコード産業のですね、はい、あの動向を見ますと実はとても興味深いことが分かってきました。ああああああ、それがあのグラフに表現されてたことですね。そうですね、はい、あのまあ、世界的には、ね、レコード産業はどん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 あの売上を落としているというふうに言われていますけれども、これは、まあ、ドルベースなんですけれども、はい、確かに、ね、世界的には、ね、どん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 レコード産業の数字は落ちてるんですけど、はい、実は日本はですね、ドルベースでほぼ横ばい、あるいは輸入版なんかを含めるとむしろ、ね、上昇傾向にあるんですよ。はあ、じゃあもうあれですね、ディスク大国ですね。もう今世界一のディスク大国ということが分かりまして、まあ、アメリカはいち早くあの配信にあの走ったといいますか日本に行きましたんで、アメリカはですが、ではですね、2004年とあの昨年の2011年を比べますと、26%に落ちてるんです、ディスクの売り上げが。すごいですね。でドイツが 70%、 フランスが 50%、 イギリスが 40%、 で日本はですね 80% でなんとか維持してるんですよ。あ、そうですか。まあ、多少落ちてますけどね。で配信がじゃあ一方で伸びてるかって言いますとですね、確かにアメリカは一人当たりで見ますと 7.1 ドルとですね、あの確かに多いんですけれども、日本もね 7.0 ドルとねほとんど一緒なんですよ。そうですか、はいはい、ですからトータルしますとね、日本は本当に音楽産業では世界を今リードしているということが分かってきました。そんなに、あ、そうですか。ですから、まあ、輸入版の数字のがあんまり輸入版の数字はね、あのはっきりしたデータがないので分かりませんけれども、はい、日本は世界中から輸入版が特にクラシックはもう入ってきますので、はい、あのむしろ国内版より輸入版の売り上げもは多いとも言われてますのでね、それを足しますと、もう圧倒的に日本はディスク大国になっていると思いますね。で例えばその国内版だけでも見ましてもですね、日本は今現在1人当たりの年間の消費量が30ドルぐらいなんですけれども、はい、アメリカので、この昨年度で見ますとこれはもう 2.3 倍です。アメリカはもう本当にあの音楽産業自体がすごくこれだけを見ると衰退していると言わざるを得ないですね。
でそれからドイツの 1.7 倍、それからイギリスの 1.4 倍、まあ、フランスの2倍ということで、はい、あのダントツ1位ですね。でそれに輸入版が加わりますから、もっとあの大きな数字になってくると思います。で、はい、まあ、これだけ日本がね、あのディスクで頑張ってるという、背景としてはですね、これはまあ私の仮説なんですけれども、はい、ガラス CD を2006年に発表したわけなんですけれども、はい、それ以降日本ではコーヒーディスクに対する関心が非常に高まりまして、ね、はいはい、CD でもコーヒーなディスクがどんどん出てきましたし、はいはい、それからスーパーオーディオ CD も2010年ぐらい前からかね、 SACD というやつですね。 SACD も実は日本で最初にハイブリッドディスクを出したのは NRF だったんですけれども、あの10年を経過してあの SACD もあの非常に注目を集めるようになってきたと思うんですね、はい。で今後やっぱりあのディスクの文化を残していくということがね、強いては音楽文化の発展にも直接つながってくると思いますので、はい、まあ、私としてはですね、ガラス CD をあとこのもうちょっと頑張って 2,3 年の間にですね、はい、普及するさせていくということが、あの日本のみならずですね、世界の音楽文化のに非常に大きく貢献するというふうに信じて、やってますので、まあそういう意味で10月6日の土曜日なんですけれども、まあ、日本の中心地でもある銀座のヤマハのお店でですね、ガラス CD、コーヒーガラス CD を聴いていただけますし、ヤマハさんではあの実際にコーナーで店頭でも販売していただけるということなので、はい、まあ、ぜひこの機会に聴いていただければと思っております。おしまいにですね、はい、一言、SACD の、はい、シングルレイヤー版っていうんですか、はい、SACD だけ聴けるっていうものが最近各社、はい、3社ぐらいか、日本のメーカー で、ね、出ますよね。ようやくこの 1,2 年ですね、シングルレイヤーの機運が出てきたんですけれども、はい、実は私どもは2008年から9年にかけてね、はい、ハイブリッドディスク、いわゆる複合 CD も SACD も CD と SAD の合体したものですね、合体で始めたわけですけど、これはもともとスーパーオーディオ CD を開発したフィリップスとソニーがですね、はい、過渡期的なものとしてハイブリッドディスクを開発したんですね。でそれはね、寿命というか役目としては8年間だっていうふうに最初から明言してたんですよ。ですから私ども N&F はその当初の計画通りですね、8年後に2009年にですね、シングルレイヤーにいち早く実は切り替えてる。 SACD だけで、だから普通の CD プレイヤーではかからないんですよね。そうですね、はい、その方がかえってですね、SACD の普及にもつながるというふうに、まあ思ってますので。クオリティどうなんですか、ハイブリッド版と SAC、まあ、シングルレイヤーと比べると。それほど違いはないとはいえですね、その複合ディスクというのは貼り合わせてますのでね、はあ、プラスチックを透過する距離が長くなるという意味からはですね、ああやっぱりシングルレイヤーの方が望ましいんですね。その光ディスクの基本的な性質からしてシングルレイヤーの方が、有利だと思います、ね。いや今まで CD の音って限界があるというふうに言われてたけども、はいはい、あれですよね、リマスターしていい音で勝手の録音が入っていることが出て分かりましたからね、結局ですね、ガラス CD にしても、まあ、何でもそうですけど、まあ、そのマスタリングというのがもう一番根本的に重要で、はいはいはい、そこでいい加減なマスタリングをすればですね、後々まで影響があるので、ガラス CD をきちんと作ってきちんとマスタリングするということがですね、それこそ世界のもう人類の遺産とも言うべき、まあ、フルトベングラーとかワルターとかね、はいはい、たくさん、世界遺産にも匹敵する音源がいっぱいあるわけですけども、そういうものをですね、マスターテープがどんどん今劣化している状況もありますので、あーはーはー、この数年の間、特に 2,3 年の間にですね、なんとかガラス CD にしたいなというのが私たちの願いです。で一回ガラス CD にしとけばですね、例えば配信をするとかね、そういう方向に行ったとしても、本当に最高 の鮮度で元が残るわけですからね、永久に残りますので、はい、そういう意味でもガラス CD の役割は非常に大きいというふうに考えております。